姿勢五式 45mm 簡易無反動砲は、日本陸軍が試作した対戦車用のクルップ式、無反動砲である。ナチスドイツから日本へと、昭和17年に伝わった多段の技術を応用して、開発されたものである。昭和18年後半から第一陸軍技術、研究所は無反動砲の開発に着手、昭和19年12月に試作品の制作を、 大阪陸軍造兵省へ発注した本砲は試作にとどまった。四式五式四十五ミリメートル簡易無反動砲は方針、方尾、副等撃発基から構成される。方針は厚さ四ミリメートル、全長千ミリメートルで内径四十五ミリメートル、外径五十七ミリメートルの鉄製の筒である。全装式であるため方針として。 有効な推進長さは6 0 0、mm、トルだった。この方針の中央やや後ろ下側に簡素なグリップがある。グリップ前に引き金と撃発揮及び撃鉄、その前に点火管室が付けられており、後端部には長い高温状のノズルを形成する方が認識されている。点火管室には点火管を下方から収容した。点火貫は7 7ト、mm、ル重機関銃の 弾薬を全長3 0ト、mm、ルに切断したものであり、点火薬として火薬1ムを封入して密閉してあった。これをグリップ基部前方の点火室に装填し使用する。撃鉄室に撃鉄がありバネで作動する。撃鉄を90度起こしてロックし、引き金を引くとロックが解かれて点火管を打撃、発火する。安全線が用意されており、撃鉄をロックして、 不意の暴発を防いだ。激発機の分解は特に必要がある場合を除いて禁止されていた。筒の先端に姿勢後式線交流弾という成形作薬弾を差し込み使用する。作薬部分は直径 80mm の円柱であり、先端が平らである。弾尾口径 44mm、弾安全長 700mm、全尾弾量 2300g。作薬は、 茶化値薬50%、勝負薬50%、作薬量 675g だった。内部構造は厚さ 3mm のライナーを持った成形作薬である。弾頭は金属製、弾尾は木製である。この作薬は玉低進管に類似した構成を持つ、かつき質が電爆薬を発火させることで後方から燃焼し、ノイマン効果によって貫通威力を発揮した。 威力は走行版 100mm を貫通した。ただし弾着が40度以下になると進管が作動せずに弾かれることがあった。弾丸に装着する薬刀は紙製で全長 180mm、重量 120g で水薬は 100g だった。薬刀は水薬 100g が紙製の筒に収められてできている。図面で見ると薬刀と弾丸を結合した。 長さは8 4 9 5ト、mm、ルである。かなり弾尾が長く、弾丸の飛翔を安定させた。発射時には弾丸を薬刀と結合し、基準線に合わせて方向から、装填、撃鉄を、砲弾の安全線を抜いて撃つ。立射、失射、副射の三種があった。立車の発射姿勢は、体の右側に砲を持ってきて、右手でグリップを握り左手で、筒前方を支え、 腰だめに放った。もしくは肩に担いで撃つ。方針角度が定められており、射程30メートルで約6度であった。副射の場合、ブラストで負傷しないよう、方針軸に対して体を10度以上開いた。無反動法の特性上、バックブラストが激しく噴射され、部屋の中などの密閉箇所からの射撃は、いて自身を危険にさらず。危険界は、下方左右5度。 後方5メートルである。安全のため後方20メートルには立ち入らないことが求められた。本法には、消紋、小声などの照準装置がなく、射角を45度取っての最大射程は150メートルあったが有効射程はかなり短かった。射角10度で50メートルの射程があるが、必中をキスならば30メートルまで近づかねばならず、隠れて奇襲することが求められた。 もし実戦投入されても、命中率は低い水準にとどまった可能性がある。量産はされなかったが、パンツァーファウストのような使い捨てではなく、複数発を発射でき、外見は、後世の RPG-2、RPG-7 にも似ていた。弾丸は3発を傾向した。初速秒速40メートル。不発の場合には15秒してから数回撃発を繰り返し、 なお、点火しない場合は20秒後に点火管を除去した。点火しても弾丸が発火しない場合は20秒経ってから弾丸を除去して点検した。これらは、自発に対する警戒のためである。また弾頭と砲の基準線がずれていると発火に支障があった。なお、説明書には不発に陥った場合、砲弾のみを投敵したり、保持したまま直接目標に叩きつける自爆攻撃の、 手順にも言及されている。清掃は射撃後すぐに行うことが望ましいとされた。方針が冷えると火薬の燃えた残滓を除去しがたくなったためであった。ありがとうございます。